人生は40代で9割決まる <music> こんにちは公認会計士が教えるお金の増やし方大全を書いているアッキーですそれでは今回は人生の90%は40代で決まるについて解説していきますもう40代か そう思わないでください。年をとったと思わないでください。今は人生100年時代です。今自分が40歳だったとしても残された時間は60年もあります。あなたが生きてきた人生の1.5倍の時間があります。まだまだあなたは若いです。40代は若者だと捉えてください。これからが青春です。 100年を24時間で考えると40代は朝の9時半過ぎから昼の12時です40代後半の人で考えてもまだお昼ご飯前です40代はやりたいことがやれない時代ではないです40代が一番やりたいことができる中心の世代だと思ってください 今回は長松茂久さんの本40代を諦めて生きるなの中から40代で人生を変える秘訣を8個解説しますこの動画で40代の人生を前向きにすることができた人はぜひいいねやコメントをください1個目 40代はどれだけ好きな人と過ごせるかで人生が決まる40代は好きな人とどれだけ過ごせるかが大事です40代は上司部下などの付き合いを含めて最も誘い事が増える時期ですそのため手帳にびっしりと予定が詰まっている人が多いですそこで予定がいっぱいの人に一つ提案したいことがあります一度可能な限り予定を白紙にしてみてください予定を詰め込みすぎると 本当に大切なこと本当にやりたいことが分からなくなるからです40代は無駄な付き合いをできるだけ避けてください無駄な付き合いに時間を使うのではなく好きな人との時間を増やしてください40代は可能な限り好きな人のために時間を使った方がいいです40代はどれだけ好きな人と過ごせるかで人生が決まります2個目40代からは年下を大切にする 40代になったら必ず年下に目を向けてください30代や20代つまり次世代の人たちです40歳までに次世代である年下の存在を大切にする練習ができるかどうかが大切になってきます40代になると年上よりも年下に対してどれだけの人望を得ることができるかが人生を決めます40代で人望がなくて頼りにされない人はかなりまずいです 永遠に1人で頑張り続ける40代っていうのは非常に弱いです30代までは1人で頑張ることができますしかし40代からはルールが変わります40代以降は協力してくれる周りを含めた総合力を持っているかどうかでその後が大きく変わります次の時代の中心に座るのは40代50代ではないです 間違いなく今の,30代です今のうちから年下を大切にしてください20代30代に好かれる40代をあなたも目指してください3個目40代は年下に投資をする40代は本を読んだら誰かに伝えてください動画を聞いたら誰かに話してくださいインプットしたことを年下にアウトプットしてください教えることが年下にとって最高の学びになります 40代は人を導く挑戦をすることが重要ですあなたが身につけたものを年下に伝えないとそれは自分だけで終わってしまいますせっかく学んでいるのに伝えないとその知識がもったいないです年下に知識を伝えなければ次世代も育たないです僕も本を読んだら必ず原稿を書いて YouTube 図書館で伝えていますそしてこれからは自分の収入の3%を年下へ投資するようにしてください 分かりやすく言えば後輩にご馳走することです例えば月収が30万円の人であれば3%は9000円ですカフェでコーヒーを飲みながら自分が学んだことを後輩に全力で伝えてください2杯で1000円もあればお釣りがきます月に9000円使ったとしても9回はアウトプットできますお金がないといった金額の問題ではないですあなたが年下を育てたいそういう思いがあるかどうかです 40代という10年の時間を使ってこれまで経験して身につけたスキルや考え方を年下に伝えることが大切です。4 40個目40代は失敗を語る 40代は成功談よりも失敗談を伝えてください無理してすごいことやうまくいったことを伝えなくていいです失敗からあなたが学んだことを年下に伝えることです人は成功よりも失敗からの方が学べることが多いですなぜ失敗したのかその失敗から自分はどう立ち直ることができたのかこれらを年下に真剣に伝えることです5個目40代は難しいことを簡単に伝える 難しいことを簡単に伝えられるようになってください専門用語ばかり並んでいたりマニアックすぎるネタは相手にとって理解不能状態になります難しいことは理解しづらいですそんな本は売れるわけがないです読んだとしても理解されないです大切なことはどこまで相手の目線に合わせることができるかです それにはコツがあります文章を小学生でもわかるくらい簡単な言葉に変換することです6歳の子供でもわかるようにプレゼンしてください難しい言葉を簡単にわかりやすくすることですまずは自分の伝え方がどれに当てはまるか理解してください世の中には4つの伝え方があります1つ目簡単なことを簡単に伝える人2つ目簡単なことをわざわざ難しく伝える人 3つ目、難しいことをそのまんま難しく伝える人4つ目、難しいことを簡単に伝えることができる人この4つの中で適切なのは難しいことを簡単に伝える人です。そのため、難しいことを簡単に伝えれる人を目指してください。 難しいことを簡単に伝える人は例え話がうまいですどれだけ難しい内容でも小学生、中学生でも理解できるように話すことができます何かを伝えるとき難しい言葉っていうのは必要ないです40代は難しいことを分かりやすく誰でも分かるように伝えられるようになってください6個目40代を充実させたいなら年下にも報告、連絡、相談すること 40代は20代30代などの年下にも報告連絡相談するべきですなぜなら年下にとって先輩からの頼まれ事が若い人のモチベーションになるからです40代から充実している人は年下に向けて報告連絡相談を始めています一人で頑張ることが30代ですしかし40代はいかに年下を巻き込めるかこれで充実するかどうかが決まります 一人で動く40代に絶対にならないでください。40代っていうのは個人戦ではなくて、チーム戦で動くことが重要です。尊敬される40代になりたいなら、年下にも報告、連絡、相談をするべきです。部下や後輩っていうのは喜んで動いてくれるはずです。40代を充実させるためにも、年下にも報告、連絡、相談をしてください。7個目、40代は周りの人を味方につける。 40代は人にお願いできるようになってください40代は一人ではなくてチーム力が大事ですどれだけ周りの人を巻き込めるかどれだけ周りを活かすことができるかこれらがポイントです例えば自分が数字が苦手だとします 自分が苦手な分野を埋めなくていいです。仕事で経理に精通している人にお願いすればいいだけです。苦手なことは得意な人を探せばいいだけです。今の時代、そういう人がたくさんいます。自分の苦手っていうのは誰かの得意です。普通の凡人が最高の成果を上げるには、周りの人にお願いをすること、仕事を任せること、自分の苦手は誰かの得意と信じてチームで動くことです。 40代は一人で抱え込まないで、周りの人を味方につけてください。8個目、40代が大切にしたいことは、愛えを。40代はこの5つを大切にすれば、必ずうまくいきます。1つ目、あは愛です。僕たちはこれまで、周りの人からたくさんの愛をもらっています。過去を振り返ってみてください。家族、友達、仕事仲間からたくさんの愛をもらったはずです。 今あなたが着ている洋服やパソコンや本なども誰かが愛を込めて作ったものです。まずは出会った人を大切にしてください。そしてこれから出会う人に愛を持って接してください。この世の中はたくさんの愛でできています。ぜひ愛を持って仕事をしてください。二つ目、意は命です。僕たちは必ず死にます。 早くなくなる人も多いです今生きているだけで感謝するべきです誰もが幸せに向かって生きていますすべての人がかけがえのない存在です命を大切にして毎日一生懸命生きてください3つ目うわうです自分らしく生きている人や幸せに成功する人は必ず運を意識しています つまり運を意識することで幸せになります。目に見えない得という貯金が積まれていきます。そして運がいい人っていうのは惜しみなく人に与えることが好きな人です。人から何かをもらうテイカーではなくて人にとにかく与えるギバーになってください。周りのために動ける人が運のいい人です。自分のためだけではなく学んだことを周りにも教えてあげてください。 4つ目、絵は縁です。これからの時代はいかにお金や地位を持っているかよりもいかに人を大切にしているか、これが大事です。そして縁っていうのは人が運んできます。人を大切にすることでまた新しい縁が生まれて人生が大きく広がっていきます。目の前の人を大切にできない人は人脈を作ることもできないです。とにかく目の前の人を大切にすることです。 人を大切にしている人が悪くなることは絶対にないです。あなたも縁を意識して目の前の人を大切にしてください。5つ目、オア・オンです。今生きていることに感謝を持ってください。今の仕事、今の友達、今の仕事メンバーにしっかりと感謝することです。僕たちはたくさんの人に支えられて生きています。ぜひ感謝の気持ちを持ってください。この愛上をとにかく大切にしてください。愛命運 縁、恩、この5つを大切に生きてください。解説は以上です。人生の90%は40代で決まります。40歳はまだ若者です。これからやりたいことを全てやることができます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。